平山先生こんにちは。こんにちは。今日はですね、2022年の12月の4日になるんですけれども、多摩美術大学のですね、本試験に合わせるような形で、模試形式で、国語、英語の順でですね、時間もですね、きっちりと60分、しかも休み時間もきちんと取ってですね、本当に実践形式でマークシートもちゃんと用意してですね、行ってみたんですけども、ここまで学科に力を入れている学校はないんじゃないですか。いや、ないですね。自分も仕事柄ですね、他の予備校もリサーチしていますけれども、そこまで模擬試験など用意してですね、まあ、さらにその翌週あるいはその次、翌週などにこう解説授業なども、して、しっかりと後処理もしていきますよね。そこまでは現時点では知りません、自分は。これだけこう、英語にしても国語にしてもですね、その学科に特化して、こう模擬試験なども組んだり、あるいは日頃の授業も、積み重ねていくような予備校っていうのは立ち火だけです。キャットムービー立ち見よろしくお願いします。お願いします。